安倍の生命は魔界少女剣平良に共闘を申し出るが、平はこの申し出を拒絶する。その平を襲う加藤団蔵であったが、生命は平を助け団蔵を捕らえることに手を出す。平は猛牛馬を召喚し団蔵と戦わせる。団蔵は己の血を吸い覚醒し猛牛馬を圧倒すると、平はさらに霊勢高豊を召喚し援軍を送る。団蔵が窮地に陥った時、囚われの魔界少女剣参謀神楽坂富巻を連れて末高房が現れ、霊勢と神楽坂の交換を持ちかけ、平はこれに応じる。高房はさらに風魔小太郎を召喚し、その小太郎の求めに応じる形で平は前田慶次を召喚。二人は奪魂の儀式で戦うことになる。この戦いの中、慶次を救ったのは海姫である。高房はさらに生命のもとに現れた鶴姫、越智康成、大堀康房に対して久喜義隆、朝比奈義秀を送り込み襲わせる。鶴姫や康成と立場が異なることに苦しむ康房は、二人の動きを封じて一人で久喜と義秀を相手に戦い壮絶に敗れ、高房はあえて康房の魂を奪わず二人を引き上げる。康房は深い苦悩の中、鶴姫、康成を残し去っていくのである。